それでは今回のテーマはですね、40代、50代でも20代の可愛い彼女を作ることは可能なのかというテーマで話していきます。まあ、40代に限らずですけど、まあ、30代、40代、50代だったりとか、いやまだまだこう、若い女の子と遊びたいっていう方がすごく多いと思うんですよね。まあ、それは実際に可能なのかっていうのはよく聞かれるんで、まあ、やっぱこう、相手にされないんじゃないかなっていうふうにやっぱ、まあ思うというか、まあ不安になる人っていうのもたくさんいると思うんですよね。で、そういう時にはやっぱり、いつも言うんですけど、まあやっぱ客観的な事実を知る、まあ見るっていうことですよね。まあ実際にそういう人はいるのかっていう。まあパパ活とか、まあ援助交際、まあ同じですけど、あとは、まあ、キャバ嬢だったりとか、ね、こうキャバクラとか行ったりとか、まあ風俗店に行ったりとか、っていうのであれば当たり前ですけど、まあそうじゃなくてね、普通にプライベートで恋愛対象に入るのかっていうことなんですけど、まあ実際にやっぱそういう人っていうのは常にいるし、まあ芸能人とかっていうのもあんまり参考にならないかもしれないけど、やっぱそれでもいるし、まあ普通にね、こうプライベート、あなたの周りにいないだけかもしれないけど、実際にそういう人っていうのはたくさんいるんですよ。世の中にはね。そういうお金とか全然使わなくても、普通にそういう人っていうのはいるし、だ問題なのは、そういう人がいる。その時に、まあ、因果応報ですよね。実際に、そういう風にね、40代、50代でも20代のね、綺麗な子だったりとか、可愛い女性とか、とうまくいく。じゃあ、それなんでなんだろうってやっぱ考えなきゃいけない。その原因があるんですよ。まず、その見た目に関しても、ね、若い女の子から受け入れる。なんか変な若作りとかって意味じゃなく、ちゃんと清潔感が、まあ、よく言われることですけど、あるかとか、あとはそのね、まあ、その、一緒に話して楽しいかとか、なんか変な、まあ、下品じゃないかとか。やっぱその世代が特にね、まあ、1世代、2世代、まあ、1世代っていうんかな、まあ、一回り、二回りって言った方がいいか。まあ、ね、12年ごとで一回りですけど、まあ、それがね、こう、まあ、やっぱ変わってくっていうふうになると、やっぱ考え方だったりとか価値観っていうのが結構やっぱ変わってくる。ね、よく、ね、マスコミでも出てきますけど、ね、特にその60代、70代とかの、ね、方でニュースになりますよね。こういう女性に対して、なんていうかな、こう、亭主関白じゃないですけど、なんかそういうね、まあ、男尊女卑じゃないですけど、そういう系の発言をしてしまってよく叩かれたりとか。まあ、やっぱ時代が、まあ、女性主流というかね、世界的にですけど、やっぱ女性の人権問題とか、こう、平等みたいな方に今、走ってる傾向があるんで、やっぱそういう方の発言っていうか、まあ、価値観の変化だったりとか。ね、日本においては、男性の立場はどんどん弱くなってきてて、まあ収入の差だと思うんですけど、実際のところは。で、それがまあ昔であれば男が働いて女性がまあ家にいるっていうのが当たり前だったんですけど、今はもう、まあ平等にどんどん近づいていってる。むしろ女性の方が、あとで20年後、30年後ってしたら抜いてしまうかもしれないっていう今勢いなわけですよね。だそれの価値観の変化とか、やっぱ態度にやっぱ出るんですよね。こう態度とかで、やっぱ女性に対してそういうどういう、考え方を持ってるかってやっぱ出やすいんで、やっぱその辺が、まあそういったね、こう、まあ変化ですよね。ちゃんとそういう違和感を感じないかとかね。まあそういう年上のね、男の人を受け入れるかどうかっていうのも女性次第なんで、結局のところは全部コミュニケーションの正解は他人が決めることなんですよね。他人がどう思うのかっていう話なんで、やっぱそこの辺を、ね、ちゃんとこう、まあ見ておくっていうね。いうことがやっぱ大事ですね。あなたがどう思うかっていう、まあ、もちろんその不安だったり、恩恵を得てもらえるのかなっていうふうに、不安かどうかっていうのはやっぱり誰でも思うもんだし、で、受け入れてもらうことができたときに初めて、ああ、大丈夫なんだってやっぱ思えると思うんですよね。まあ、どんなものでもそうですけど、チャレンジする前っていうのは不安なんですよ。で、実際にやってみてできたら、ああ、まあ普通なんだってやっぱ思える。つまり、どんなものでもそうですけど、チャレンジする前っていうのは、まあその仕事でもビジネスでもスポーツの世界とかでもそうですよね。例えば日本の野球とかで言えばね、海外にメジャーリーグに行く前っていうのはうまく通じるのかなって、まあ、多分ほとんどの人は不安だと思うんですよね。まあでもやってみたらうまくいきましたみたいな。ね、野茂英雄だったりとか、イチローだったりとか、大谷翔平だったりとか、ダルビッシュとかもそうですけど、みんなやっぱ通じるのかなみたいな。若干あると思うんですね。まあ日米野球とか、まあ昔、今もそうですけど、やっぱ世界、まあそういうアメリカのチームと野球やるっていうのはまああるから、まあその時まあある程度通じるかどうかって思ってるかもしれないけど、やっぱ何かしら不安ってあると思うんですね。いろんな面でね。
まあ、仕事でもそうですよね。まあ、会社を立ち上げるとか、独立をするとかね。まあ、何でもそうですけど。私、今、会社で出世をしましたとか、新しいプロジェクトを任されましたとか、新しい職場というか、新しいね、転勤になったりとかもそうだし、新しい職種につきますとかもそうだし、まあ、何でもそうですけど、やっぱチャレンジする前っていうのは、ちょっと不安なもの。もう、その答えっていうのは全部実際にやってみたりとか、した結果ですよね。それで、まあ、いいか悪いかっていうのは決まるわけだから。で、その時は他人が決める。結局、うまくいくいかないっていうのは、まあ、スポーツとかならもね、数字があるけど、ね、まあ、見せてくれますけど、特にこの男女関係っていうのは、まあ、極端に言えば、その、まあ、男女関係では、まあ、その、まず受け入れてもらえるかときに、まあ、肉体関係ですよね。そこに発展するかどうか。そして、まあ、付き合うことができるのかですね。日本であれば、告白して彼女になるか、彼氏になるかっていう、まあ、そこでまあ、答えが決まるわけなんですけど、それをね、こう実際に女性が受け入れてくれるかどうかっていうのは、すべて女性が、僕らが何かしらアクションを起こす、会話をする、ファッションとかも全部そうですけど、そのコミュニケーションを取りましたと。で、それを女性が受け入れてくれるかどうかっていうのは女性が決めることなんですよ。僕らアクションを起こすだけなんですよね。だからこそやっぱその、できるだけ最大限受け入れてもらうための、まあ、努力というかさ、まあその、自分を磨く、スキル磨きをする必要がある。人格というかね、まあそういう自分の人格とか性格も磨く必要がある。まあその上で受け入れてもらえる女性の幅を広げていくっていうことですね。で、その受け入れてもらえる女性を探すのが出会いなんでね。で、実際にじゃあ僕ですよね、どこのまあ生徒さんっていうのをまあ教えたりとかしてる方、やっぱり40代、50代の方っていうのも全然いるんですよ。まあ本当にまあ幅は広いんですけど、まあ10代後半、20代、30代、40代、50代っていて、まあ、大体どれぐらいかな。まあ、20代がまあ2、3割、ほんと30代がまあ3、4割で、50代が、まあ、40代がまあ2割ぐらいで、50代がまあ1割から 5% ぐらいって感じかな。なんですけど、まあ、100人いれば大体まあ5人とかぐらい、まあ、5人から、まあ、5人ぐらいかな。がやっぱ50代って感じかな。で、40代がまあ20人ぐらいとかって感じなんですけど、まあやっぱその中で、やっぱ実際に、まあ50代の人でも、やっぱ20代の女の子と、ね、こう遊びデートできるようになったりとか、もうそういう彼女にしたりっていう人、実際にいるんですよね。で、その人ってのは別にね、その、なんかお金持ってるとかじゃなくて、ほんと普通のサラリーマンですよ。で、髪も、まあ正直薄かったりとか、って形で、まあ見た目的にもそんな、とても、まあ若くないっていうか、まあ年相応っていう感じだったりとかね。まあ若く見えてもっと何歳かぐらい。まあ、5歳若く見ればいいかなぐらいな感じですよ。実際、うちに、っていうか、まあ、僕のところに来る人はね。で、実際に、あと僕が教えた、でその、まあな、まあ、僕がっていうか、その内容っていう、女性を口説くための流れっていうのは、まあ、実際にこう教えて、まあ、やってもらうと普通にうまくいくんですよね。まあ、やる前っていうのは、まあ、こういう話聞いても、まあ、本当かよ、嘘かよって思うと思うんですけど、まあ、実際にね、まあ、そういう、のも、まあ、お客、まあ、実際に、まあ、ビデオレターっていうか、まあ、その人に、まあ、インタビューして、まあ、実際にどうだったかっていうのも、まあ、実際にあるんで、まあ、そっちの方は見てもらってもわかると思うし、まずやってみるまでは結局のところわからないんで、まあ、信じるか信じないかは、あなた次第ですよね。で、その時にやっぱ大事になってくるのは、最低限の要素として、まあ、おしゃれさですよね。あなた自身の、こう、見た目、まあ、清潔感はまず大事なんですけど、清潔感以上にまずおしゃれかどうかっていうのはものすごく大事です。まあ、プラス要素はちょっと必要になってきますよね。まあ、それはまあ、ちょっとポイントとして、まあ、ここでどういうのがおしゃれかって、まあ、ちょっと話しきれないんでね。まあ、ですけど、まあ、小物使いだったりとか、まあ、特に大事になってくるんですけど、まあ、そういう、まあ、女性が見て、あ、普通におしゃれな人だなっていうふうに思うと、やっぱすごくポイント高いですね。その年齢を超えたものを、まで、まあその魅力として感じさせることができますね。あとも堂々と余裕のある態度、これ必須ですね。やっぱ例えば20代の女の子とかであれば、やっぱ40代、50代とかの男性であれば、やっぱ頼りがいというか、やっぱこう、寄り添えるというか、甘えれるような、やっぱ人の方がやっぱ持ってるし、やっぱそ、ね、例えば年下の、例えばね、25歳の女の子がいましたと。で、20歳の男の子とか、まあね、18、9ぐらいの、ね、こう、爽やかイケメンみたいな男の子を好きって人もたくさんいると思うんですよ。まあ、特に30代とかになってくるの女性とかであれば結構年下のね、男の子好きっていう子は結構いますけど、
もうそれ年下だから可愛いわけですね。ちょっとこう、頼りなくても。でもやっぱ年上の男の人を求めるっていうのは、やっぱ堂々とした余裕のある態度なんで、まあそういうのをまあ、今なくても身につけようってする。まあ意識だったりとか、何かあった時に、まあ俺が何とかしてやるっていうふうに、まあちょっとね、まあ、頑張れる人っていうのは、やっぱそうじゃないと厳しいですね。これはね。これは本当必要。あとは経済的、精神的な自立性。まあ、お金を持ってるかどうかじゃなくて、ちゃんと、まあ仕事して、で、真面目にちゃんと自分で、まあ一人暮らしはしてた方がいいだろうね。一人暮らししてて、まあちゃんとこう、まあ、自分のことは自分でちゃんとやってる。で、精神的にもちゃんと安定性というか落ち着いたりとかしてて、まあなんだろう、よくすぐ切れたりとか、まあ、なんかあった時にすぐおどおどしたりとか。まあそういうのがないっていう状態。まあないというか、あ、まあ女性から見て、あ、ちゃんと自立してるんだなっていうふうに思えるかどうか。まあそういう、まあ生き方ってちょっと話が大きくなるけど、まあそういうふうに女性が思うかどうか、だし実際にそうしてるかどうかっていうのはものすごく大事ですね。この3つはもう最低限押さえておかないといけないっていうポイントですね。まあそれさえあればと出会い増やしていけば、まあもう本当これは必ずっていうふうに言えるほど、あなたを受け入れてくれる女性は、まあ、ちょこ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 、一人、二人、三人、四人、五人って増えてきます。で、年上男性を受け入れてくれる女性っていうのは山ほどいるわけだから、で、その時に、まあ、僕がお勧めするのは、まあ、特にあなたがね、40代、実際に50代であれば、まあ、ジャニーズ多分これ聞いてないと思うんですけど、やっぱ対面式の出会いがおすすめですね。まあ、最近あるマッチングアプリっていう形で、そのね、まあ、昔で言う出会い系ですよね。まあ、おそらく、知ってると思うんですけど、昔あったのがスタービーチとかだっけ、なんかありましたね。まあいうところから、まあ、ハッピーメールとかいろいろなんかありますけど、まあ、そこから今だと、なんか、まあ、ペアーズだったりとか、まあ、ウィズとか、タップルとか、まあ、いろいろありますけど、まあ、そういうものだと、基本的には、例えばね、まあ、もちろんあなたがすごい、なんだろう、芸能人級のね、イケメンだったりとか、あとは、何かな、まあ、例えば、まあ、特に大きな経済かな。多分年収3000万、5000万ありますとか、ね、会社何個も経営してますみたいな、なんかこう、まあ、パッと見ですごく惹かれ、女性が惹かれる要素を持ってるんであれば、まあいいですし、まあいいですけど、まあそうじゃなければ、やっぱり例えばあなたが40代とか50代であれば、やっぱ40代とか50代とかの女性ですね、やっぱマッチングするのは。若い子はやっぱあんまりあなた自身にやっぱ反応しないケースがすごく多いです、その場合はね。なんで、やっぱそのネットの場合はその表面的な魅力ですよね。まあ、ルックス、年齢が近いかどうか、まあ、プラスマイナス5歳ぐらいかな。がやっぱ多いですけど、あとは、何かな。あとはまあその、まあ年収とか、まあ学歴とかもあるかも。まあその趣味とかであれば、趣味のマッチングっていうのは基本的にやっぱ、まあ同年代の人の場合ですね、プラスになるわね。なんでまあその辺がないと、やっぱなかなかちょっと厳しいっていうのがあるんで、まあそれよりやっぱ対面式ですね。ナンパとか、まあ、合コンとか飲み会みたいなのだったりとか、まあ、そういう系がいいですね。まあ、結婚相談所とかであれば、結構厳しいケースがありますよね。まあ、例えばシングルマザーとかの女性であれば、まあ、まだその経済面がしっかりしてればチャンスはあるかもしれないですけど、基本はちょっと厳しいっていうのがあるんで、やっぱ対面式の方が成功確率というかね、まあ、うまくいく確率っていうのはすごく上がります。まあそのオンライン系の出会いっていうのは、まあ本当に表面上見られやすいんで、まあそれよりは対面式、特にその若い女性ですね、若くて綺麗な女の子とかを、まあ普通にね、そのお金とか一切絡めずに、まあ本当に普通の恋愛対象としてやっぱ入ってきたいんであれば、まあ普通のナンパ合コンとか飲み会ぐらいかな、と思うんですけど、まあ他は、そうだね、それぐらいかな。まああとまあ他にサークルとかいろいろあるけど、結構、まあめんどくさい。まあ、日本の強い趣味があれば別ですけど、基本めんどくさいと思うんで。それはね、まあそういう系の方、出会いの方が、まあかなり成功率は上がりますね。まあちょっとね、そこはまあ細かくまでは話しきれないんですけども、まあちょっと参考にしてみてください。高校生としてね。それじゃあまた。